任せとけ。よしら。あれは。おおこら！魂の組がこんなところに何の用だ！ディキア！ミキオ！お前はこの施設が好きか？俺はな、こういう大人に守られたガキを見ると無性に腹が立ってくるんだ。孤児だからって大人に守られて生きるお前らを見るとな、壊してやりたくなるんだよ。まあ自分が行ってる偽善に気づかない桐生さんが悪い。お前たちはある意味あの人の被害者なのかもしれないな。お姉ちゃん、はるか姉ちゃん、やれ。手はこっちだ。玉城、てっきり死んだと思っていたが、なかなかしぶといじゃねえか。玉城、俺の命が欲しいならくれてる。だがあいつらは関係ねえ。子供の命とこの場所だけは見逃してくれ。頼む。こんなんじゃ足りないね。ほらまだ1年前の傷が痛むんだよ、ジジイ。おやじ。てめえとは後でゆっくり話させてもらうよ。ここをぶっ潰した後にな。なんだと？ほら、やれ！やめろ！